さ、これ下画面見せてもね、ヒットポイントとガンガン行こうぜって載ってるだけなんで、上画面だけでいいよね。命令させろ。待って、テンション貯めろとかあるけど、テンション貯めるコマンドなんてなくないか。あ、これか、貯めるか。シップ好きとかは使えないんだよね。呪文はホイミとキアリしかないはず。じゃあ、貯めてみましょうか。あー違えた呪いの霧。そう、弾かれるんだよね。ここら辺はね、後々ですね。あれ？なんで？ヤンガスは、あ、そっか、ヤンガスは呪いでダメなのか。貯めまーす。あれ？なんで？俺今、あ、コンボはそっか、斧じゃねえんだ。斧つけないとダメだ。あ、じゃあ、困ったな。どうしよう。どうしようって言ってもやれることがないのか。じゃあ、貯めるか。14まで来たか。あと1回食らうことはできるか？いや、微妙なラインだな。主人公にダメージ来るとワンチャン死ぬな。でも、ホイミ、テンション20溜めた状態のホイミとかえぐくね？もったいねえ気すんな。でもまあ、死んだら死んだで意味がねえからな。ここはホイミだな。クソ、せっかく溜めたのに。あー、もったいない。呪いの霧。いや、まずい。ヤンガス呪われる？で、動けない？これテンションどうなる？ギラか。あ、結構強いな。溜める、溜める。ヤンガスどうなった？おーおー、やっぱりそうか。じゃあ、あんまり溜めるは、よろしくない感じだな。じゃあ、こうだ、今度は。呪いの霧か。あ、ヤンガスも大丈夫だった。一旦耐えたらしい。攻撃貯める。82、強い。やはりテンションゲーだな。呪文ホイミ、貯める。ヤンガスは20ダメにしましょうか。呪文ホイミ、主人公。ヤンガスは攻撃。ドーン！あ、結構耐えるな。でもまあいいでしょう。主人公を貯めまーす。昔、ドラクエ8実況してた時はこんなことしてないからね。貯めるの重要性をね、知らなかったんだよね、当時はね。今までこの貯めるっていうコマンドがなかったからな。あー、そうなっちゃったか。でも貯めて防御すればいいんじゃない？ 50。呪いの霧。あー、ヤンガスまた。まあいいでしょう。攻撃多分これで落ちる。よし、オッケー。結局すげえ時間はかかったな。ザバンをやっつけた。本当は100まで貯めれるんですけど、どうしても貯めるでやると効率が悪いんですよね。5から50まではサクサク上がるんだけど、必ず上がるんだけど、50から100スーパーハイテンションの間は、どうしても溜まりきらないパターンがあるんですよね。これは多分確率の話になってくると思うんですけど。なんかだいたい50くらいで止めといてあげても全然いいダメージ入るんで。痛かった。頭の古傷が痛むわい。いずれね、不思議なタンバリンだったっけな、を確保したら全然100まで溜めに行くんですけど。それもこれもお前のせいじゃぞ。なーに？何のことだかわからないとな。水晶の本当の持ち主ではないな。わしの偉大なる攻撃を一つも受け付けぬその体質。お前は水晶使いの占い師ではなかろう。そうです。そういえば水の流れに乗ってこんな噂を耳にしたぞ。面白いな。水の流れに乗ったか。風じゃないんだな。コロデーンという城が呪いによって一瞬のうちに茨に包まれた。そうなんです。その一人はなぜか魚車を乗せた馬車を連れて旅に出たという。そうです。すごいな、ザバンさん。よくそんなところまで。そう、トロデーン城がね、茨で、もう見ての通りですよ。このムービーの通りなんですけどね。
呪いの力によってね、ビャーっと茨にこう包まれるんですけれどもね、なぜかね、この主人公だけはね、呪いが効かないんですよね。さあなぜなんでしょうかって話なんですけれども、まあこれはね、あのストーリー上後々に解明されていくことなので、今は申し上げられませんけれども、コメント欄書いちゃダメだよ、ダメだよ、書いちゃう、みんなダメだよ初見さんいると思うから。やはりお主がそうであったか。ザマンさん、よくてか こんなところまでよく本当に。そのお主が何故この水晶を求めるかわからぬが、水晶はお主にくれてやろう。このわしに勝ったのだからな。やったね。ということで水晶玉を手に入れました。ありがとうございます。それから最後に一つ、もしお前が水晶の本当の持ち主に会うことがあったら伝えてくれ。むやみやたらと滝壺に物を投げ捨てるでないとな。あ、そういうことだったんだね。これ本当の水晶玉をあの人はルイネロさんは投げちゃったんだね。捨てちゃったんだね。その水晶玉はこのザバンさんの頭にぶつかったっていうことなんですか。なるほどなるほどちょっとびっくりですね。そういうことだったんですね。いいですね。リレミットで一発で出れるのはうまい。ついでにルーラでトラペッタまで行っちゃおう。楽できまーす。一応鬼滅は買ってきたんだけど意味なかったな。よかったよかった。はえー、リレミとルーラのコンボはえー、さすがだわ。左から。占うのをやめたんだね、多分ね。で、投げ捨てたんだろうね。そこら辺の事実どうだったんだったっけな。すっかり思い出せないんだけれども。あ、やばい、登る方向間違えたな。てか、これ、横から行くんじゃなくて正面から行ったら早かったんだな。水晶玉は、ここかな?この持ちですね。一番右上。井戸の前で寝るな、おっちゃん。はい、どうも。そろそろ戻る頃と思っていたぞ。どうやらユリマに頼まれた品を見つけてきたようだな。腐ってもこのルイネロ、そのくらいのことはわかるわい。しかしお主も大概のおせっかいだの。ふん、どうもどうも。だが無駄なことよ。いくら本物の水晶を持ってきてもまた捨てるのみ。何?滝壺には捨てるな。当たると今度は古傷が開くだと。まあよいわ。いいか、よく聞けよ。わしがどうして水晶を捨てたか、その理由はユリマも知らんことだ。その水晶玉をよこせ。やめて、やめて、お父さん。私、もう知ってるから。ずっと前から、私、なぜ水晶を捨てたのか、知ってたから、私。ユリマ、お前、じゃあ、自分の本当の親のことを。うん。でも私は、お父さんのせいで両親が死んだなんて思ってないよ。どうしてだユリマ、そこまで知っていながらどうしてそう思う。このわしを恨んでも。ううん、お父さんはただ占いをしただけ。でも私は知らないけど、お父さんの占いってとってもすごかったんでしょ。だからどこに逃げたのかわからなかった私の両親の居場所もあっさりと当ててしまったんだよね。あの頃わしに占えないものなどないと思っていた。名声は世界中に鳴り響き、わしは有頂天じゃったよ。占えることは片っ端から占ったもんじゃ。自分のことばかり考えて頼んでくる連中が善人か悪人か、そんなことすら考えなかった。
もういいの。もういいのよ。だってお父さんは一人ぼっちになった赤ちゃんの私を育ててくれたじゃない。私見てみたいな、高名だった頃の自信に満ちたお父さんを、どんなことでも占えたお父さんを。ユリマ、どういうことなんだろう。ユリマのお父さんとお母さんは死んじゃった？占いのせいで死んじゃった？あれ？俺ここ調べてなくないか？動画で探索シーンちょっと見せたけど、カットしたところもあるんだけど、俺ここ調べてない気がするわ。そうそう、昼より夜の方が強いんだよな。ヤンガスさん、じゃあしょうがない、シングルで行きますか。あれ？あ、ここは、そうか、ルイネロさんのお家だったのか。やっと起きてきたか。もう昼だぞ。この時間まで寝込むとは、相当疲れていたのであろう。とにかく、お主らには礼を言わねばならん。お主らの持ち帰った水晶も、ほれ、このように収まるところに収まったぞ。こうやって真剣に占うのは何年ぶりかの。これもお主らのおかげだ。これはどうしたことか。見えるぞ、見えるぞ。道化師のような男が南の関所を破っていったらしい。奴こそがマスターライラスを手にかけた犯人じゃ。こいつは確か、いや、だいぶ感じが違っているが、ライラスの弟子であったドルマゲス。ドルマゲス、なんだって。兄貴、ドルマゲスっていや、兄貴とトロデのおっさんが追っていた昭和ル魔法使いの名前じゃ。で、その先はもっと詳しくわからねえのか。詳しくか。これは、この水晶は確かに昔わしが持っていたものに違いないが、ここに小さな傷のようなものがあるぞ。相当硬いものにぶつけてしまったようだな。その傷の横に小さな文字で落書きがあるぞ。なになに、アホじゃと。って、誰がアホじゃ。一体どこのバカがこんなことを。違うでガスよ。あしがもっと詳しくっていうのはそんなことじゃなくて、兄貴。あれ、こんな面白いムービーあったっけな。そうなんですよね。ああ、そっか。マスターライラスの弟子だったんだね、ドルマゲスね。そこら辺の事実関係をすっかり忘れてしまっているけども。でもね、本当はね、ドルマゲスは、これ以上言うのはやめとこう。そこまではわからんが、とにかくドルマゲスは破り、関所を破り南に向かったようだ。リーザスという小さな村がある。リーザスに行くんですね。とにかくお主たちには世話になった。いえいえ、どういたしまして。相変わらずひねくれ者ですが。このユリマさんの両親の話あたりは言及されるんだっけな、この後。なかったような気がしたけど。なんか関係もありそうな気もするけどな。まあ、いっか。じゃ、ルーラー。出た！不思議な力でかき消されるパターン。出ました。なんかドラクエやってる気になるんだよね。不思議な力でかき消されると。
なんでだろう。じゃあ関所行きますか。次向かうリーザスっていうところは、三人目の仲間がいます。うん、三人目の仲間がいますね。ワクワク。で、どうじゃった？あの娘さんの願いは叶ったのか？ああでこうでこうでああでなんとかね。マスターライダスを手にかけたのがわしらが追うドルマゲスだったじゃと。あやつめ、かつての自分の師匠になんということを。して南に向かったというのじゃな。こうしてはおれぬぞ。わしらもすぐにやつの後を追うのじゃ。すぐに出発じゃ。へい。あ、しまった。棍棒のままだ。まあ、いっか。次のリーザスで買いましょうか。じゃあ、今回はここで終わりましょう。多分、関所くらいからスタートします。それでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。